浜口竜介は日本の映画監督、脚本家である。東京芸術大学大学院映像、研究科修了。1978年12月16日、神奈川県に生まれる。東京大学文学部在学中は映画研究会に所属。卒業後、映画の助監督やテレビ番組のアシスタントディレクターを経て2006年に、 東京芸術大学大学院映像研究科に入学する。2008年、監督作品、パッションが東京芸術大学大学院映像研究科の第2期生、終了制作展で上映されたほか、第9回東京フィルメックスのコンペティション部門に選出された。2011年から2013年にかけて、堺光コートの共同監督で、 東日本大震災以後の東北地方の人々を映した東北記録映画3部作の波の音、波の声、歌う人を制作する。2012年講義を受け持った演舞ゼミナールの映像俳優コースの卒業制作として2部構成の大作、親密さを監督した。2015年8月、ハッピーアワーが第68回ロカルの国際映画祭で、 国際コンペ部門の最優秀女優賞を受賞。同作では2016年3月芸術編賞新人賞を受賞。同5月には第25回日本映画批評家大賞、選考員特別賞を受賞した。2018年柴崎由香の小説を映画化した寝ても覚めてもで商業映画デビューする。同作は第71回カンヌ国際映画祭の コンペティション部門に正式出品された。2020年、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、経営危機に陥るミニシアターが続出したのを受けて、浜口は同じく映画監督の深田孝二とともに、全国の小規模映画館支援のためのクラウドファンディング、ミニシアター、エイド基金を立ち上げた。基金は、目標の1億円を大きく上回り、 総額3億3102万5487円を集めた。同活動は2020年度の日本映画、ペンクラブ賞を受賞した。2020年公開の、スパイの妻、劇場版の脚本執筆に野原い黒沢清と共に関わり、第94回キネマ巡邦ベスト10の脚本賞を受賞した。2021年、偶然と、 創造が第71回ベルリン国際映画祭のコンペティション部門に出品され、最高賞時点にあたる審査員グランプリを受賞した。本作はオムニバス作品であるが7本のストーリーにシリーズ化される予定である。同年、村上春樹の短編小説を映画化したドライブ・マイ・カーが第74回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品され、大江高史上と共に 日本映画としては史上初となる脚本賞受賞を果たした。ジョンカサベテスのハズバンズから大きな影響を受けたことを公言している。東京大学文学部の卒業論文もジョンカサベテスの時間と空間であった。2018年に映画サイトレシネマクラブから好きな映画5本を訪ねられた際には、血統高田のババ、引き船、赤い川、蘇るブルース。 際を挙げている。ありがとうございます。